さん魅力のハンドネームライドコーナー行ってみようと思いますということでね、はい、今回はね、大変お待たせしました。クオラニレコさんでございますということでね、クオラニだけ見てって言うと、クオラニネコっていうのを見てくださいということでね、早速やってみたいと思います。ということでね、まずね、ローマ字なんで、こうね、ローマ字なのか英語なのかちょっとわからないですけど、クー、ね、オーラーに猫って書きましたよね。クーは二角、オーは三角、ラーは二角、ニーは二角、ネーは四角、コーは二角ということでね、クローラーにだけだと嗅覚で逆光音最大強ですね。とてもね、やばい画数でございます。はい。でもね、猫を加えると六角になるんでね、合計ですね、15角特防音になります。だから、クローラニネコにしてください。ここで切るんじゃなくて、これ、全部言ってください。都道特防音って言いましてね、大吉数でございます。これはね、目上の方からね、引き当てられね、メイクさんの人、同僚からね、後輩からね、慕われて押し上げてもらえると、とてもいい、素晴らしいね、画数です。ぜひともね、クローラーに猫さんにしてくださいということでございます。ちょっと本当に遅れてすいませんね、ちょっとね、もうね、就活がやばいから今。予想外の展開。こんなに見つかんなかったこと今までにない。うん。それぐらいやばい。うん。去年ぶっちゃけね、まあ、いつも言ってますけどもね、4ヶ月ぐらいしか働いてないんでね、いやー、やばいね。うん。本当に、そら、諭吉軍団もいなくなっちゃいますよ。ね。ということでね、まあ、ちょっと、就活の話よく出ますよね。もうずっと頭の中残ってるんですよね、本当に。置いといて、みたいな感じでね。このようにね、僕も私を見てほしいという方はね、遠慮なくね、下のコメント欄に、見てね、とか書いてください。あとですね、宣伝の方ね、こちらの方ね、ちょっとね、僕はちょっと、花粉症がひどくなって、アレルギー鼻炎の時、花粉症がひどくなって、ちょっとね、お光沢とね、もうね、もうくしゃみが止まらない状態になっちゃうんで、ちょっとお待ちくださいね、花粉症が落ち着いた、まあ、6月頃には大丈夫だと思うんで、そこまで、あと半年、待ってください。もうひょっとしたら、ね、調子良ければね、ゴールデンウィーク明けぐらいには、収まると思うんでね。今ね、花粉症の薬ので頭ぼーっとしてるんですよね。この状態でね、面接を受けなきゃいけないっていうのはね、非常に辛いけどもね。また、就職の話になってますよね。もう離れないんですよ、もう本当に。やばい、まさがみということで。それでは皆さんごきげんよう。また、会う日まで会う時まで、まさがみ、りょうほでした。バイバイ。